ホセフ・モラは、コスタリカ出身の同国代表サッカー選手。DC ユナイテッド所属。ポジションは DF。2011から12シーズンのインビエルノの終わりに、ベレン FC でプロデビューを果たした。ベラーノでは11試合で、スタメン出場するなど15試合に出場し、1年を終えた。シーズン終了後、二部リーグから昇格した CS ウルグアイデコロなどに移籍した。 インビエルノでは10試合に出場したが、ベラーノではわずか1試合の出場に終わり、シーズン終了後にベレンに復帰した。2013から14シーズンは、インビエルノで22試合中21試合、シーズントータルで34試合に出場した。2015年のベラーノに先立ち、インビエルノでトーナメント優勝を決めたばかりのデポルティーボサプリサと契約した。2018年3月7日、 メジャーリーグサッカーの DC ユナイテッドに移籍。2009FIFAU-17 ワールドカップと 2011FIFAU-20 ワールドカップに出場し、両大会でチームの全試合に出場した。また、U-20 ワールドカップの予選トーナメントを兼ねた、コンカカーフ U-20 選手権にも出場した。同大会でコスタリカ代表は、 メキシコ代表との決勝に進出し、モラはこの試合の先制点を決めた。その1分後にコスタリカ代表が失点し、メキシコ代表が3-1で勝利を収めた。2011年にはさらにパンアメリカン競技大会にも参加した。2013年にはユーナス2 1代表のメンバーとして中央アメリカ競技大会に参加し、準優勝した。2014年には ベラクルズで開催された中央アメリカカリブ海競技大会に出場した。翌2015年のトゥーロン国際大会にも参加した。2016年にはリオオリンピック予選に参加した。中米予選は勝ち抜いたものの、北、中米カリブ海予選で敗退した。2018年11月、チリ代表とペルー代表との親善試合を前に、フル代表の初招集を受けた。 チリ代表戦でロナルド・マタリータとの交代で後半から途中出場しフル代表デビューを果たした。2019年8月にアメリカのグリーンカードを取得した。このため MLS では国内選手扱いとなっている。ありがとうございます。